こんにちは、やすひろです。この動画は以下のサムネの動画を短く要約したものです。今回の動画をさらに深掘りしたい方は、合わせてこちらの動画もご覧ください。では、早速入っていきます。1598年、豊臣秀吉が亡くなりました。しかし、後継者の秀頼はまだ幼く、自分では政治はできません。ということで、秀頼に代わり、この5人の大老と5人の奉行で豊臣政権を運営していこうということになりました。 しかし、この五大老五奉行のメンバーの中で、徳川家康が圧倒的に力を持っています。なので、徳川家康は、当時初代名同士の勝手な、えー、婚姻は禁止させられていたにもかかわらず、それを破り、家康が福島正則などと縁組を結びます。こうして家康は露骨に多数派工作を始めました。しかもこういう状況の中、豊臣秀吉は前田利家に家康の牽制役を期待していたのですが、 そのマイラトシエがすぐに死んでしまいました。しかもトシエが死んだことで事件が起こります。当時豊臣政権の中で武断派と文治派という二つの派閥が争っていたのですが、それを止めていたのがトシエでした。ということで、トシエが死んだことにより、武断派の福島正則など七将が、えー、文治派の代表人物である石田三成の襲撃を計画しました。 石田三成は自分の屋敷に逃れたので命を取られることはありませんでしたが、最終的にこの事件を徳川家康が仲裁します。そして徳川家康の命令によってどういうわけか三成が責任を負わされ、三成は奉行職を解任させられ、そして沢山に実居させられました。また、五大老のメンバーの一人、毛利輝元は、三成と連携を図ることで政治的な立場を上げようと考えていたので、 三成が失脚したことにより、照本は立場が弱くなりました。その後、審議は不明ですが、前田利家の後を継いだ利長が家康を暗殺するという噂が流れました。利長は弁明しましたが、それに対し家康は、だったら逆らわない証拠として人質を出せと言います。こうして前田利長は家康に母を人質として差し出し、前田家は家康に完全屈服することになりました。 また、この頃、えー、ご大老の一人、浮田秀家は、家臣が内部分裂状態にありました。そこに家康の介入を許し、浮田家は力をそがれてしまっています。というところで、今のご大老ご奉行の状態を整理します。浮田秀家は、えー、家臣の対立により力が落ちています。上杉景勝は自分の両国の合図に帰っています。毛利輝元は、石田三成の失脚に伴い、立場が弱くなりました。 前田ラトシナガは家康に人質を送り完全屈服しています。えー、ご奉行を見ます。石田三成は失脚しました。また、浅野長政も前田ラトシナガの事件に関連し、謹慎しています。はい、こうして御大老ご奉行制度はほぼ崩壊し、徳川家康に力が集中しました。こういう状況の中、関ヶ原の戦いが起こる1600年を迎えます。上杉景勝が家康に無謀反を起こすつもりらしいという情報が家康のもとに来ました。 これは残疎だと考えられていますが、家康は合津征伐、上杉征伐を強行しました。しかし、こうして家康が今日大阪を離れている隙に沢山に沉居していた石田三成が立ち上がったと考えられています。三成は名優の大谷義継や、毛利の外交官である安国寺恵恵と会談しました。こうして三成の誘いを受ける形で毛利輝元が大阪城に入城し、えー、西軍が結成されました。 西軍は7月19日に会津征伐に向かう直前まで家康が入っていた伏見城を包囲しました。その後8月1日に伏見城を陥落させた西軍は越前、美濃、伊勢の三方面に主力軍を進ませ、東軍諸将の持つ城を制圧にかかりました。こういう状況を把握した家康は7月25日に小山兵城と呼ばれる軍議を開きます。これによって合津征伐軍は西へ反転し、 えー、石田三成たちと戦うことが決まりました。ちなみに、小山表情は一時資料がないので、完全フィクションという説もありますが、事実として4月26日から会津征抜に加わっていた福島正則ら諸将が西へ向かって軍を進め始めました。しかし、東軍諸将が西へ進み始めたのに、肝心の家康は8月2日まで小山に退陣し、その後8月5日から江戸城に引きこもってしまいました。 というのも、家康はこの頃、動こうにも動けませんでした。西軍が秀頼を抑えているため、今東軍諸将は西へ向かって進んでいるんですが、えー、その東軍諸将が寝返る危険性がありました。また、家康が江戸を立ったのを後期と捉えて、合図の上杉景勝が立ち上がり、西軍と上杉の挟み打ちに遭うという危険性もありました。 こうして家康は、えー、なかなか動こうにも動けなかったんですが、こういう状況が長引くと、ますます東軍諸将が願える危険性が高まります。こうして家康は側近を、えー、東軍諸将が集まる清洲城に派遣し、諸将が美野に陣取る敵を前にして攻撃しないため、家康は出馬できない。敵か味方か証拠を見せてほしい。と言わせました。 これを聞いた正則たちは奮起し、8月23日に西軍側の、えー、岐阜城を陥落させました。そして赤坂というところに本陣を設営し、家康の到着を待つことにしました。地図で場所を確認するとこんな感じで、えー、東軍が本陣を引く赤坂と、えー、西軍の勢力が集まりつつある大垣城はたったの4キロしか離れていません。この近い距離で睨み合いが始まりました。 こういう状況の中、8月23日、家康は息子の徳川秀忠に中仙道を通って西へ行くよう命令しました。中仙道を通って西へ行く途中に、真田正幸という敵がいたので、この敵をやっつけつつ西へ行けと言いました。そして8月27日、家康は岐阜城陥落を把握しました。しかし、岐阜城陥落が予想以上に早かったため、 家康は、万一、正則たちだけで西軍に勝利したら、天下人になれないと焦ります。そこで家康は、8月29日に、息子の秀忠に、品の平定、真田をやっつけるよりも、西へ向かうことを優先するように使者を送りました。その上で家康は、予定を早めて、9月1日に江戸城を出陣しました。ちなみに、家康は、江戸を離れるにあたって、 次男であり、宇都宮城主の結城秀康を宇都宮に残し、ちゃんと上杉影勝への牽制役を任せています。しかし結局のところ、上杉影勝は、立政宗などとの戦い、えー、つまり、治領の維持や拡大を優先したため、えー、西軍と動きを照らし合わせて、家康を挟み撃ちにする、みたいな動きは全く取りませんでした。はい、こうして家康は西へ向かったわけですが、大きな誤算が生じます。 大雨で、利根川が氾濫した結果、秀忠への使者の到着が大幅に遅れてしまいました。ということで、秀忠は、西へ向かうことを優先せずえ、普通に真田と戦ったんですが、えその真田が強かったため、9月8日に敗れてしまいました。その後、ようやく死者が到着し、秀忠は9月10日から真田を捨て置いてえ、西へ急いで進むんですが、いかんせん動きが遅すぎました。こうして、3万数千の秀忠軍は、関ヶ原の戦いに間に合いませんでした。 家康は、秀忠の軍が遅れていることは把握していましたが、不測の事態が起こっては困るため、秀忠軍の合流を待たず、先へ西に向かいました。こうして、関ヶ原の戦いの前日、9月14日に家康が赤坂の本陣に入りました。ということで、いよいよ関ヶ原の戦いが起こるわけですが、その前に徳川家康による西軍諸将の調略を簡単に見ていこうと思います。 毛利や小早川秀明といった大名は、西軍でありながら徳川家康と内通していました。そこら辺を見ていきます。まず、毛利は全然一枚岩ではなく、吉川広家という人などが、毛利が西軍の総大将になったことに強い危機感を抱いていました。ちなみに、吉川広家も小早川秀明も、毛利リ・テル元のいとこにあたります。ということで、強い危機感を抱いた吉川広家は、 密かに徳川家康サイドと内通していました。また、岐阜城が陥落し、西軍の雲行きが怪しくなってきたあたりから、毛利輝元も西軍を見限り始めます。こうして9月14日に、家康の重臣の本田忠勝らが、吉川広家に毛利の本領は安堵するという気象門を差し出します。こうして関ヶ原の戦いの直前、前日に毛利家は西軍を離脱しました。 続いて、小早川秀明について見ていきます。秀明は、二度目の朝鮮出兵である、慶長の駅の時の振る舞いが軍法に背いたとして、秀吉の激しい怒りを買って、大幅に領土を減らされた上に国替えにさせられてしまいました。しかし、秀吉が死んだ後、家康によりその処分を取り消してもらいました。こうして秀明は、家康に吉見を通じるようになります。ただ、石田三成が挙兵した時、 まあ、おそらくなんですが、秀明は大勢に抗うことができず、仕方がなく西軍に属していました。そしてそれを見抜いた東軍の武将である黒田長政が秀明を説得します。こうして秀明は西へ向かっている最中の家康に内通を申し入れ、西軍を離脱しました。こういう経緯があった上で、9月14日に徳川家康が赤坂本陣に入り、関ヶ原の戦いの前日を迎えます。 こういう状況の中、三成は地図に名前がある松尾山を城郭化することで、東軍がこれ以上西へ進むことを防ぐ構想を持っていました。しかし、この頃にはすでに家康に内通している1万余りの軍勢を率いた秀明が、西軍の伊藤という武将を強制的に立ち抜かせ、松尾山を占拠してしまいました。こうして三成は、 おそらく敵に内通しているであろう、秀明に松尾山を占拠されるという大ピンチな状況に陥ります。そこで西軍は9月14日の夜に大垣城で軍議を開きました。その結果西軍は大垣城を出陣し、関ヶ原に向かって陣を引いて、決戦でことを決めようというふうに決めます。そしてそれを知った東軍も9月15日の早朝に関ヶ原に向かって進軍を開始しました。 こうして関ヶ原の戦いが勃発します。関ヶ原の戦いの陣形はおおよそこんな感じになります。数字は諸説ありますが、西軍が8万バーサス、東軍が7万数千ということで、人数で言うとだいたい互角だったとされています。しかし、紫色で名前が書いてある小早川秀明や吉川広家といった毛利勢は、すでにお話ししたように家康と内通しています。ということで、最近出てきた新しい説として、 え、小早川秀明は特に迷うこともなく、開戦直後にいきなり裏切ったとされています。え、こうして開戦直後に小早川隊がいきなり西軍を裏切り、大谷義継の隊に攻めかかり、西軍は陣形が崩れ、回想をすることになりました。はい。ということでえ、小早川秀明が裏切ったタイミングについては諸説あるんですが、まあ、いずれにせよ、秀明の裏切りが大きなえ要因となり、関ヶ原の戦いは、東軍の勝利で幕を閉じました。 はい。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画はこちらの約90分かけて関ヶ原の戦いを解説した動画をぎゅっと短くまとめて要約したものになります。なので、もっとね、えー、深く関ヶ原の戦いについて知りたい方は、こちらの動画も概要欄にリンクがあるので、合わせてご覧ください。最後までありがとうございました。またお会いしましょう。